どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間に楽しくウクレレで音楽できますよということで、日々簡単レッスン動画を公開しております。今日ももりもり、レッスン始めていこうと思うんですけど、今日はですね、もうめちゃ難しい曲なんですよ。はい。今日取り上げたい曲はYOASOBIの祝福。この曲、めちゃくちゃもう超高難度です。これはね、機動戦士ガンダム水星の魔女という映画のオープニングテーマソングということでちょっとやってみたんですけど、もう本当にですね、もう歌と演奏がもうね、とんでもないレベルの難しさでですね、間違いなくここ1年の中でもうトップクラスのレベルだと思います。今日もやっていきましょう。はい。本日も G ラボのブラックビューティーウクレレと簡単バージョンでは、初めてウクレレ使いましてやっていきます。初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますからね、チェックしといてください。さあ、そういうわけでレッスン始めていくんですけど、この曲はですね、そういうわけでもう超高難度なんで、1番までです。もう1番まででもですね、もう山盛りすぎてですね、もうひっくり返りそうなぐらいなんで、もうちゃぶ台がひっくり返るぐらいの勢いのもうね、高難度でございましてですね、ガズさんも久しぶりにね、もう気絶寸前みたいな感じのレベルなんですけれどね、1番までです。まあちょっと見ていただいたらわかります。どれだけのてんこ盛りかっていうことがね。はい。そういうわけで、その中でも2バージョンいきますよ。最初のバージョン初心者さん向けは、テンポもめっちゃ遅くした、ゆっくりバージョンで、1個だけちょっと見慣れないコードが出てきますけど、これ簡単アレンジしてるんで、この曲って実はサビでちょっと転調してんですよね。それがですね、うまいことこう表現できたんで、これかっこいいバージョン、簡単バージョンからでも1個コード追加しただけで、いい表現ができるかなと思ってやってみようと思います。後半のかっこいいバージョンではですね、もう見たこともないコードもいっぱい飛び出しますしね、もうリズムが超やばいんですよ。あと歌がもう歌えないですよ。本当に歌がね、YOASOBI さんはもういつもそうなんですけど、この音程のですね、こっからここまでブワーってなって、もうひっくり返りそうです。ぜひ皆さん聞き込みまくって、まず1番だけですけどね。はい、今回のガズレレレッスン、やっていきましょう。2バージョン最後までぜひご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど挫折しましたみたいなそのあなた。もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していって、すぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけどもね、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名、スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくる可能性あると思いますよ。はい。で、ホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、レッスン入っていきましょう。YOASOBIの祝福。まずはガズレレ初心者用簡単バージョン、ゆっくりと1番までバージョンです。やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。遥か遠くに浮かぶ星を思い眠りにつく君の選ぶ未来が望む道がどこへ続いていても共に生きるから誰かが描いたイメージじゃなくて、誰かが選んだステージじゃなくて、僕たちが作ってき勝利、決して人にはさせないから、いつかその胸に秘めた刃が腐ってを断ち切るまで、ずっと共に戦うよ。の祝福、ガズレレシンプル簡単バージョンやってみたんですけど、これ演奏はですね、まあまあ、比較的こう簡単にアレンジできたかなと思うんですけど、まずですね、この歌がもうやばくないですか？歌のメロディーがもうね、ほんとこう掴めそうで掴めないタイミングとかメロディー、これはよっぽど聞き込んでくださいね。はい。まあ、このぐらいのテンポ、ゆっくりなテンポだと、まだ冷静にこう聞き取りができるんじゃないかなと思うんですけども、はい。ぜひまずこのゆっくりバージョンから、ガズレレオリジナル簡単版1番までのバージョンやってみてください。ガズレレのね、レッスン動画にはコードと歌詞が出てますから、それを見て、ウクレレと一緒に合わせて練習スタートしていただいて、まず1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できるようになったらすごいと思いますけど、この曲は本当歌が難しいでね、なかなかここまででも難しいと思いますけど、やってみてください。一緒にできるようになったよという方はおめでとうございます。そしたら次のステップ行きましょう。今度は何をするかというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して、音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部乱記するっていうのはもう難しいでしょうから、まずは楽譜を見ながら、何回も何回も楽譜練習して、いろんなことを楽譜から掴み取って、いずれ覚えちゃって、大空に向かって歌いたいんですけど、この曲を覚えるのはもう至難の業だと思いますが、とにかくもう脳トレ要素がすごいんで、まあ、とにかく楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のね、演奏はですね、このガズさんのガズレレノートを見てですね、見ながら演奏していきました。はい。こんな感じで、書いていったんですけど、これ今日ね、2枚に渡ってます。1って書いてあるから。これ山盛りなんですよ、マジで。で、時間で言ったらほんと短いね、1番までの間なんですけど、もう、ものすごい要素がたっぷりなんですけど、これ後でね、こんな風に画面に大きく映して、みんなもこんな風に、メモってね、ノートに書いて、練習したらいいじゃんということでやっていこうと思うんですけど、今ね、とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた祝福を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から毎月5曲、お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元に、デジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まって、ワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会、ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信。これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で、毎週2回45分のライブ配信。テーマを決めて、ものすごくマニアックに、わかりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ、楽譜を見ていきましょう。祝福、YOASOBIです。2枚にまたってますからね、今日は。で、1番までなんですけど、山盛りです。さあ、見ていきましょう。まずですね、ここのね、歌のタイミングとメロディー、まず、ここからもう、やばいですから。ほんと、歌ってみたらわかりますけどね。遥か遠くに浮かぶ星を思い、眠りにつく君の、このメロディー。これは聞き込んでください。はい。すごいでしょ？で、ちょっと注目してほしいのは、この矢印マークとか、この下に書いてあるやつは、これ、かっこいいバージョンで弾くメッセージなんですよ。これ、だから、かっこいいバージョンの今日解説はね、かなりね、ボリュームになりますね。それをちょっとご確認ください。で、コードが変わってくるとこもたまにあったり、この矢印マークとか結構ね、かっこいいバージョンと簡単バージョンの差があるんで見ていてください。ということで、まずここを映しておきましょう。1番まで。はい。これ画面にね、大きく映しとくので、一時停止して書いてください。それから、今紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜、ガズの手書き楽譜のダウンロードをしてもらうのめちゃくちゃ今日有効です。このガズのノートの特徴は、この歌詞の上に点とかこの V があるでしょ。これがね、リズムがわかるんですよ。遥か遠くに、浮かぶ。星を、って感じで、これ、休符なんですね。なんで全部言葉が裏に入ってくるよということで、これがね、点と V、この休符でですね、一目瞭然でリズムがわかるっていうのと、あと歌詞カードにはないね、表現とか、この歌詞の位置関係なんかもすごくここに対応してて見やすいようになってるんで、ぜひガズクラブ入っていただいて、楽譜ゲットもご検討ください。めちゃくちゃいいことになってます。で、この感想はワンブロックちょっと表記上小さくなってますからね、こう便宜上。スペース節約のために。本当はこの大きさはこの大きさですからね。1234、1212感じですけど。これかっこいいバージョンではここもかっこよく決めを弾きながらやります。ということです。はい。まずじゃあ1番までね。OK。そしたらここから、ここか。はい。こんな感じになってます。ここもここから、ちょっとコードが変わってきますからね。で、この矢印マーク、シンコペーション、リズムがズコンズコン入ってくること、応酬とこう決めがあります。この辺がもうね、もうかなり来てますから。そんで、ここからサビには入るんですけど、あ、これね、さっきも言ったけど、機動戦士ガンダムですからね。はい。水星の魔女オープニングテーマということになってます。で、ここから2枚目にサビに入っていきます。はい、こっちに、入っていきますと。描いたイメージじゃなくてっていうね、ここら辺の言葉の乗り物すごい、これサビのね、メロディーもすごい、ドーンと下がったり、ドーンと上がったりするんですよ。このサビのメロディーもかなりですね、翻弄されました。いやー、これなかなかすごいことになってます。はい。ひとまずこう映しとくんで書いていってください。で、こう最後エンディングとして、イントロで出てきた感想と同じタイミングなんですけど、キーが変わってんですよね。サビでこれ実は転調してるんですよ。なんでこれがポイントで、簡単バージョンで唯一この A+4 というコードを、簡単アレンジで出てきます。これ。この後すぐ説明しますんで、これね、押さえるの簡単なんで、安心してくださいということなんですけど、はい、こんな感じで簡単バージョン、かっこいいバージョン、楽譜、ガズレールオリジナルショートカットアレンジバージョン、楽譜シェアしてみました。じゃあちょっと出てくるコード見て、今日こんなん出てくんだよ。困っちゃったらこれ、すごいよね。これ赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ちょっと隠しておきましょう。言っていきます。C と C7、Am と A7、F と Dm、D7、G7、E7、Em7。今言ったね、10個、これを除いた10個は、はい、今映ってるこの10個はね、ガズレールでも入門コードのグループ、ガズレール必須コードというグループのメンバーなんで簡単コードなんですけど、10個もあるけどね。今日はさっきも言ってるように、このコード、A+4 というコードが簡単バージョンでもちょっと見慣れないコードとして出てくるんですけど、これめちゃくちゃ簡単ですからね。ちょっとこの後解説しますけど、今映ってるこの10個のコードは、今も言ったけど、ガズレール必須コードという入門コードのグループ。これ何かというと、ウクレレで音楽始めたい人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単だけど、いっぺんにドーンと10個ね、覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかも大体ごちゃごちゃになっちゃうんで、私が皆さん、初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃう。めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますんで、コード10個覚えちゃってください。はい、そしたらですね、簡単バージョンにも出てくるちょっと見慣れないコードも A+4 というコードを解説します。これ簡単ですから、Am のところの真下をこうやって押さえる。2つだけです。こことここ。これが A+4 です。はい。これがですね、なんとかこれを頑張って押さえていただくと、今のシンプル簡単バージョンは入門コード、プラスこの A+4 ということだけできるんで、なんとかこれを張り切っていただいて、サビで一回こっきり出てくるだけなんでですね、ぜひやってみてくださいということなんですけど。まあ、さっきも言いましたけど、この曲はもうハイパー超絶難しいんで、このシンプル簡単バージョンを4つ引きで弾いて歌うだけでもですね、まあ、どうやらいことになります。歌のメロディーがもうね、掴めたと思ったら掴めてないんですよね。微妙にね、サビのメロディーも違うんですよ。最初のイントロで出てくるサビというか、遥か遠くに浮かぶ星を思い眠りにつく君の、ここのところとかもね、なんかね、メロディーが違うの。世界で祈り、願う、夢を描き、未来を見るとか、ちょっと微妙にね、音程違うんですよね。この辺ももうね、もうごっちゃごちゃになっちゃってですね。いや、よっぽどこれ聞き込んで自分の中消化しないと歌をですね、まあ、とにかく聞き込んで、脳トレとしてやっていただくのがいいと思います。まあでも、ちょっと掴めてくるとかなり気持ちがいいんですけど、かなりね、脳トレ要素は強いです。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説いただきましょう。かっこいいバージョン、コードてんこ盛りですからね、どんどんいきます。次から次へと。A シャープ。これは初心者さん突っかかっちゃうコード。A シャープ、こことこことこことこの4箇所。こういう風に押さえるか、こういう風に押さえるか。これ人それぞれなんですけど、これ A シャープなかなかね、パッと押さえられないこと多いということで、A シャープを大特集している動画を撮っております。A シャープ押さえづらいな、わかんないなという方たくさんいると思います。わかんない方は概要欄に A シャープの研究している動画、ガズレレ動画貼っとくんで、ちょっとやってみてみてください。じゃあ次、あと Gm というコード。これはなかなか出てこないですね。ここと、こことここなんですよ。だから、こうやって押さえるか、あるいは小指でもいいかな。こことこことここです。Gm ですね。はい。これはね、結構出てきますよ。Gm。はい。その次、B7 ということでですね。B7、サビで出てくるんですけど、B7 はここと、こことこの3箇所。こうやって押さえます。1弦は押さえない。いい響きですね。これね、演奏の中で弾くとね、すごく抑えづらいっていうのがわかると思います。今回この曲では前のコードが Am から B7 なんで、Am から B7 に行くときに、一回手が離れるんですよね。ふわっと。それが難しい。なんで、離さないように、ここを乗っけてスライドさせてこうやって行ったりとか、いろいろちょっと工夫してみてください。B7 を使っていきます。あと B7 ね、ちょっと慣れてる方は制覇して、ここでもいいですよ。2フレット全部とここを1個押さえる。これも B7 ですけど、どっちがやりやすいよ。こっちの方がね、数的には初心者の方は抑えやすいんじゃないかなと思って、同じ B7 というコードになってます。あとね、次一瞬なんですけど、次の3つはね、ほんとね、感想で1回だけちょろっと 0.003 秒ずつぐらい出てくるコードです。次は D シャープ。はい、押さえましょう。ここと、こことここ。こんな風にガズを押さえてますけど、これ人によってはこうだったりすると思いますが、まあこうかな。うん、はい。こことこことここちょっと押さえづらいよね。これ間がこう空いてるからね。D シャープ。その次、C マイナー。これもね、厄介なことだ。C マイナーってこことこことここで、こうですね。ガズはこうやって押さえてます。もちろんこれでもいいですよ。でもね、ほんとこれ出てくると今回に関しては一瞬の 0.00 何秒なので、もうこれでいいと思います。これで。薬指、ビッと押さえて。で、次、D というコードが出てきます。これもね、D、サビの中でも出てきて、で、その、イントロのところでもちょっと出てくるのかな、間奏のところで。D っていうのは押さえる場所はね、ここと、こことここなんですよ。なんで、こうやって押さえるか、こう、わかる？一個ずつね。なかなか指太いから入んないという方は角度つけてくださいね。こうやって押さえ、一弦は押さえてないんですよ。こことこことこうね。か、あるいは人差し指とかでギュッと押さえて、一弦はこう触れない。こっちの方がちょっとね、慣れが必要だと思いますけどね。あともう一個は、そのパターンとしては、今日ね、演奏、サビで出てくる D は、今回数は、指一本ずつこうやって押さえようと思うんですけど、イントロが終わった間奏のところで、そのさっきも言った 0. 何秒という記名が出てくる、ほんと一瞬なんで、もう、薬指を さっき出てきた C マイナーというコードから D っていう流れがあるんですね。もうこうやって押さえちゃってます。めちゃくちゃ早いんですよ、ここ。ちょっとそこだけ最初にやってみようかな。ねでー、てれたった。これだけなんです。D シャープ、C マイナー、D っていう決めが入るところあるんですよね。イントロの後の間奏で。そこだけやってみると、A マイナーいて、ダーダー、こういう決めが、ほんと一瞬でしょ ?0.003 秒ぐらいのタイミングなんで、まあ、素早い時は、薬指とか人差し指でパッパッと対応するんで、いいと思います。C マイナーと D。はい。で、演奏のちゃんとコードが響いてる時は、しっかりこうやって押さえられればいいかなというふうに思うんで、この使い分けですね。はい、コードの解説はここで終わりと。で、今日はやっぱりね、リズム。これがね、やばいんですよ。今日出てくるリズムをお伝えしましょう。はい、これ、8ビートのチャ、16ビートのチャ、疾走ビート、カッティング、シンコペーション、山盛りってことなんですけど、まあ今ざーっと映ってるこのリズムの解説、概要欄に貼っときます。概要欄にね、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚貼ってるんですけど、そこにそれぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますね。動画でですね、しっかりこう見ていただくといいかなと思うんですけど、今日のね、一番キーポイントになるのはやっぱり、ね、基本的には8ビートの疾走感なんですけど、シンコペーションが結構すごい出てくるっていうのと、ちょっとこれ今日はね、なかなかもうすごいね、イントロから順に説明していきますけど、これ、この曲本当は8ビートのノリの曲なんですけど、イントロは16ビートのノリを使います。これ説明難しいんですけど、16ビートの中、例えば8ビートってダンダタスタダンダンダタスタダンじゃないですか。で、ダウンビートって数が呼んでるやつでリズムがどんどん落とすっていうね、アレンジがあるんですよ。ダンダタスタダンダンダタタカタカドンダンダスタダンダリズムが落ちるでしょ。そうするとノリとしては16ビートのノリになるっていうのがあるんですけど、今回このイントロでですね、ここをちょっと使ってみたいと思うんですけど、ちょっと聞いてもらうとわかるんだけど、このチャの位置がですね、すごい微妙に難しいというね、ちょっとやってみましょう。イントロです。ゆっくりね。ワン、ツー、ワン、ツー。はるか未来に浮かぶチャカポンパン、ドンズクパンツクチャカポンパン。意味分かった今。これね、ちょっとね、不思議なリズムですね。はるか遠くに浮かぶ星を思い、眠りにつく君の選ぶ。こういうタイミングになるんですよ。これ、ちょっと歌わずにやると、せーの。チャカポン、Aマイナー。こういうリズムがかっこいいかなと思うんですよね。これ原曲聴いてもらうと、このドン、ダバン、ダチッ、ドン、バン。こういうリズムなんですね。はるか遠くに浮かぶ星を思い。こんな感じのイメージなんですよ。ドン、ダバン、ダチッ、ドン。これをね、ちょっと再現する、ウクレレ一本でやると、これが、やっぱかっちょいいかなと思うんですけど、やってみます。ちょっとゆっくりね。だからこの、ノリ的には16ビートで、本来は8ビートの曲ですけどね。ワン、ツー、ワン、ツー。遥か遠くに浮かぶ星を思い、眠りにつく君の選ぶ。こんな感じですね。ダンズク、ダンズク、チャカ、これ一瞬なんですよね。Em、Am は。Em7、Am。ここで言うところね、Em7 と Am 一瞬なんですよ。次も Dm、D7、チャカ、Am、C。これ、ここを弾きながら歌うとちょっと難しいかもしれない。もしこれ難しかったら、16ビートの、16ビートだけで言ってます。ルカトークにダンダカ、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 ダンダカ。これはまずいきなりね、しかもこれメロディーも、歌のメロディーも難しい中でこれ弾くわけですからね。いやいや、これはなかなかです。で、次は疾走ビート。イントロの後半は、選ぶ未来が望む道がどこで続いていても、ここシンコペーションで、バッ !E7 で止まります。このシンコペーションっていうのはリズムがズコッと前に来るよって言います。今の分かった？未来が望む、ここが疾走ビートしちゃう。続いて、で、バッ今のダッちょっと早く入ってきたでしょ。これシンコペーション。矢印はガズレレならではの表記ですけど、こうやってストップして、その後ですね、間奏に入っていきます。この間奏がですね、もうリフって言われるものなんですけど、ちょっと聞いててください。共に生きるから。わかったこれ。これね、Am なんですけど、ちょっと見てて、4弦見てて。こうなんですよ。話す。これ、ダダダーっていうのがあります。ダダダーダガダ、A シャープ、G マイナー、シンコペーションです。A マイナー、A シャープで、で、これ G マイナーとシンコペーション。ちょっとゆっくりここ繰り返します。ワン、ツー、サン、はい。ダドダー、ダドダー、A シャープ、G マイナー、A マイナー、A シャープ、G マイナー、ダダダ。こんな感じでございます。ここはですね、かっちょいいでしょ？かっちょいいんだけど、このね、かっちょいいんだけど、難しいんですよね。A シャープと G マイナー、いきなりゲゲゲってなるでしょ、コードが。で、ここの一番最後の、1番に入っていく一番最後のところで決めが入って、さっき出てきた D シャープ、C マイナー、D のフレーズが出てきます。ちょっと、間奏の後半からいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。で、次を、最後の一回。で、わかる？もう一回いくよ。A マイナーでいったら、D シャープで、D シャープで、C マイナー、D で止まります。すごいでしょ？アップ2回。D シャープ、C マイナー、D。こんな感じですね。ここはちょっと難しいですね。そして1番に入っていきます。ずーっと昔の記憶。ここはね、1番は疾走ビートでいきます。ずーっと昔の記憶。これアクセントですからね、疾走ビートっていうのはちょっと A マイナーで弾いてみると、このアクセントだけでこうリズムがちょっと抑えめの方がいいかもしれない。ほんで、その後2番で遠くできらめく景色のとこから8ビートのチャでこう疾走感満載でいこうと思います。遠くできらめく景色。はい、ここに行きますね。で、2番の一番最後のとこで A シャープと C の決めが入ってくるのかな。飛び込むことができたろう。ここ、シンコペーション2連チャン。一人孤独な。はい。そして、B メロ。世界で祈り、願う。イントロと同じ感じのところなんですけど、ここでですね、シンコペーションの連続プラスカッティングで、なんです。ちょっと聞いててください。これもうかなり来てますかね。ワン、ツー、はい。一人孤独な世界で祈り、願う。です。これ、強烈でしょ？全部シンコペーションです。せーの、孤独な世界で、祈り、願えマイナー、夢、D マイナー、描き、未来、A マイナー、見る。これはですね、全部シンコペーションで言葉とで合ってるっていうかですね、なんというかもう、頑張るしかない感じですね。ちょっとこれもすごいな。やばいですよね、これね。そのまず続きますと、その次も。はい。逃げ出すよりも進むことを君が選んだ。ここ止まりますね。シンコペーションで d マイナーで止まる。君が選んだのな、ダンダダ。E7 でダンダダン、シンコペーションでアップからダンダダン、ここまでで B メロですね。山盛りですよ、これ皆さん。どうしましょう。もう、どえらいことになってます。これシンコペーションの後、カッティング、世界で、いのき、左手で、音を止めてるんですよ、こうやって。演奏だけいきますよ。全部カッティングです。これに、後半のね、逃げ出すよりものところにはシンコペーションマークついてないんで、そこは普通ですからね。逃げ出すよりもすることを君が選んだのだ、だっただ。で、こっから、転調に行きます。こっからサビですね。で、こっから、誰かが描いたイメージじゃないって。ここで D。ここで D が弾きたい。D。はい。さっき一瞬出てきた D。この D の付けしっかり押さえてます。選んだステージじゃなくて、この音程、歌の音程も、誰かが描いたイメージじゃなくて、誰かが選んだステージじゃなくて、急に下がる。ここ難しいです。じゃなくて、僕たちが作ってきそう。ここで B7。B7 ですよ。一人にバーサス。また急にメロディーがドーンと下がる。このメロディーラインとかも強烈ですからね。ここら辺聞き取ってくださいと。で、そのままサビ最後まで行って、最後、共に戦うよっていうのがダーンと止まります。そして最後のエンディングなんですけど、最初出てきた Am なので、ででん、ででででの、あと決めみたいなシンコペーションの決めフレーズ、感想あったじゃないですか。同じ、リズムパターンなんですけど、キーが変わってるんで、コードが変わります。今度は Em7 と F と Dm なんですけど、今度さっき Am でさ、さっきの時は、こうやってやったでしょ。これを今度、Em7 でやるんですけど、今度こうです。離すだけ。ででで、F、Dm、F、Dm、こんな感じでいきたいと思いますね。これさっきとだからイントロっていうか、感想、イントロ後の感想とタイミングは一緒なんだけど、押さえるコードが違うよということ。ワン、ツー、サン、はい、ででで、F から Dm、はい、ででで、から Dm、はい、シンコペーションの決めフレーズ。これはエンディングというか、本当はここから2番がどんどん入っていくんですけど、もうガズレレではですね、1番までの、ここまででもひっくり返りそうじゃないですか。まずここまでやりましょう。はい。それで最後 Am で終わったよということになっております。まずここまでの歌でもですね、もうガズさんもなかなかこれはもうね、もう覚えました。覚えたんだけど、もう、でもね、分かってくるとね、奥が深いというか楽しいんですけど、なかなかですね、これはすごいですよ。まあ、じっくり聞いてリズムをこう落とし込んでいく。これ、だってそこで歌うわけですからね。演奏だけでも難しいので、そこに歌を一緒に歌って、しかも、その歌もですね、もう生半可な難しさじゃないんですよ。で、これサビで転調っつってキーが変わってるんで、またそこら辺でね、ちょっとね、歌のモードが変わるんでですね、この辺もね、なかなかだと思いますけど、これはね、やっぱり脳トレ要素はかなり強いと思いますんでね、ちょっと挑戦してみるとか、トライしてみるには面白い曲かと思います。いろんなリズム出てくるんで、リズムトレーニングとしてもいいかもしれません。でもやっぱりこれを、やっぱ感情表現なんでね、いつも言うように、この曲の持つ世界観、歌詞の世界観、やっぱりこれ、誰かが描いたイメージじゃなくてとか、誰かが選んだ、なんかやっぱりそのメッセージ性もすごくね、なんかグッとくるなというのもあるし、あとね、このガンダムのね、イメージなんかもそこにこう織り混ぜてですね、こう感情豊かに歌っていければいいのかなというのが、最初はそれどころじゃないと思いますけど、まあひとまず、トライしてみてください。さあ、それではやっていきましょう。YOASOBIの祝福。ガズレレかっこいいバージョン。1番まで。やってみる !1、2、1、2。遥か遠くに浮かぶ星を思い。眠りつく君の選ぶ未来が望む道がどこへ続いていても共に生きるから誰かが描いたイメージじゃなくて誰かが選んだゃうよ」せーの、YOASOBIの祝福風れる理由かっこいいバージョンやってみました。いかがだったでしょうか。スピード感もこの曲の一個の魅力なんでね、それを考えてみるとね、まあまあ何回も言っていますように、これはかなりのハイパー高難度だと思うんですけれども、何回も言いますけど、パート分けして脳トレトレーニングとして最初を始めていって、あとで一つにして感情を乗っけていく。この順番でやっていきましょう。皆さん、楽しくやるのがポイントになると思います。さあ、お知らせです。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で、夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器屋さんとか本屋さんにも売ってると思います。そして、ガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこう自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。